人類は世界各地で動物食を習慣としています。国や宗教によっては食べることを禁止されている動物はあります。しかし、一方の動物は食べてはいけないが、一方の動物はよいといった具合です。全面的に動物食を禁じている国はないのではないでしょうか。いずれ、にせよ人間たちはなんだかんだと理由をつけて動物を食べているのです。そして、人間は自国の風習は尊重するものの、 他国のの風習は非難するものです。るもでやれ豚は汚れた動物だから食べてはいけないだとか牛は神聖だから殺してはいけないだとかクジラは高度な生き物だから殺してはいけないだとか食べないことを習慣にしていながら一方で違う種の動物を殺して食べているのですこの動物は食べていいと認められているから良いのだと言ってここではっきりと明言しておきます 人間はいかなる動物も殺して食べてはいけないのです。国や宗教、人種の遺憾にかかわらず動物食はいけないものなのです。なぜなら動物も命だからです。犬や猫をペットとして飼っている人はわかるでしょう。時としてペットは家族の一員になります。そのような存在を殺すことなど野蛮極まりないことではないでしょうか。では牛や豚や羊だったら殺してもよいのでしょうか。 牛も豚も羊も馬もみんな犬や猫と同じ哺乳類じゃないですか。犬や猫を飼っている人や動物の飼育をしている人ならわかるでしょう。動物にも感情があって心があるということを。同じように人間たちが習慣的に食べている牛や豚や羊にも感情があるのです。そもそも人間たちが朝食しているハンバーガーやステーキ。 焼肉などの食材はどこからやってきて、スーパーマーケットやレストランに並ぶか考えたことがあるでしょうか。牛は食肉用に育てられ、業者の人間がハンマーでその頭を叩き割って殺すのです。生きたものを残酷な殺し方をして、食用とするのです。人は料理としての肉は食欲を感じ、むさぼり食うものです。しかし、その陰で命を無残に奪っていることを考えもしません。 スーパーマーケットに行けば、パックされた肉が陳列されていて、ショッピングカートに入れるだけです。殺された動物の肉だとか、想像することもなく、金さえ払えば、いくら食っても自由だという風潮があります。しかし、可愛がっている犬や猫を地味泥にして殺すところを想像してみてください。そうまでして、動物を食べたいでしょうか犬や猫と牛や豚は違うとでも言うのでしょうか同じ動物です。 牛は、売られてゆくとき、育ててくれた農夫に対して涙を流すこともあるし、豚はライフルで撃たれるとき、断末魔の,の悲鳴を上げます。どんな動物にも、感情も恐怖もあるのです。そして神は人間に動物を殺してはいけないと言っているのです。動物は、物ではなく、生命だからです。近年、恐竜病や鳥インフルエンザという問題が起こっています。人々は自分たちが病気にならずに、 ただ安全に食べることしか考えていません。動物の命のことを思いはかる人はいません。この牛を食べても安全か、この鳥は食べても安全かと。そして食肉業者は売り上げのことばかり考えています。誰がこの問題を神からのメッセージだと考えたことがあるでしょうか。牛が病気になって、それを食べる人間も危険にさらされる。これは牛の無言の抵抗ではないでしょうか。そうしないと。 人間たちは無限に牛を殺し続けることでしょう。だから牛は無言の身を犠牲にした警告を発しているのです。動物はただのものではないのです。そして神は人間たちの目を覚まさせたいのです。ところが愚かな人間たちは安全な肉を食べることしか考えず、業者は儲けることしか考えていません。近い将来人間たちは動物食を捨てるべきです。いや、捨てることになります。 ただ、人に強制はできません。神は人に強制はしないのです。人に方向転換させようとはします。だから、人類は少しずつ方向転換してゆかねばならないのです。例えば、急にタバコを止めようとするとイライラしたり、急にダイエットするとリバウンドしたりするように突然、習慣を一転させようとすると反作用があるものです。牛肉を食べることを習慣にしている欧米人にとっては、 食生活を一転させることは体調を崩すことになるかもしれません。だから少しずつ意識して食生活を改め変革していくべきです。食肉業者は動物食に反対する意見に大きく反発することでしょう。彼らにとってそれは金を稼ぐ仕事だからです。しかし自分たちを食肉を扱う業者として認識するのではなく食を扱う業者として認識すれば良いのではないでしょうか。そして 食というものを大きく捉えて、動物の肉に代わるものを消費者に提供していけば、よりいに貢献することになるし、消費者の信用と、より高い利益を得られることに将来なるかもしれません。ここで、ベジタリアンについて考えてみましょう。では、野菜だったら食べてのいいのかと。野菜だって、植物なんだから生き物じゃないかと反論する人もいるかもしれません。そうすると、 野菜もも食食べべててはいいけななななののかとなると、とるる人間ががことを許されたものがなくなってしまいそうです。しかし考えてみてくださいいかなる命も奪わずに食せるものがありますそれは木の実です木の実を着たら萌えでも木は死にませんリンゴの実を萌いでもリンゴの木は死にませんだから人間は木の実を食べれば良いのですしかしやはり急に食生活を変えても健康に影響があるでしょう 我々人間の体は長い年月をかけて雑食に慣れているからです。それに今の社会でそれに賛成する人もいないでしょう。そこで神はある一定ラインを許しているのです。それは植物と魚類は食べても良いというものです。しかし、哺乳類と鳥類はいけません。本当は魚類も殺さないに越したことはないのですが、哺乳類や鳥類を殺すことよりはマシなのです。 このように神の定めたラインは、哺乳類、蝶類までと魚類から野菜の間で引かれているのです。要するに、現代人は哺乳類と蝶類を殺して食べることをなくしてゆかねばならないということなのです。それには今後長い年月を要しますが、多くの人間が賛同するようになります。